カサニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、カサニマロ、文系担当、ふきのとうです。はい、ってことでね、みんなそろそろ結構、新大学生は、バイト悩む時期なんじゃないかなっていうふうに思うんで、結構バイト、いろんな質問をいただきます。そのバイトの質問に、一気にね、回答しておこうかなというふうに思います。あとは、こういうバイトおすすめだよであったりとか、こういうバイトはやめといた方がいいんじゃないか、みたいな話もね、全部していきます。じゃあ、まず最初、いつからバイト始めるのがいいかっていうお話ですね。結構多いんが、6月、7月、8月ぐらいが一番多いかなというふうに思います。事実、吹きの塔は7月から、ラーメン屋さん一番最初のバイトですね、始めて、そして弁当は10月から塾講師の方を始めたというふうに言っていました。なのでまあ大体、人によってばらつきはあるんですけども、6、7、8ぐらいが一番多いかなっていうふうに思います。まず、4月、5月はやっぱり大学に馴染むように、しっかり大学とか、あと友達遊ぶの優先して、そっからコツコツお金貯めていくっていうぐらいでいいかなというふうに思います。で、あと、月何円稼いだら遊べんのって話やねんけども、まあ、吹きの塔は結局、携帯と家賃親に払ってもらったんですよね。すごくありがたいお話なんですけども、なので大体、月5万円ぐらいあったら、かなり遊べるかなっていう感じでした。まあ、3万ぐらいでも、そこそこ貯金はできないですけども遊べるぐらいかなというふうに思います。だからイメージとして、家賃、携帯代以外でプラスまあ3万ぐらいあったら結構遊べるかなというふうに思います。例えばブランド物買いたいであったりとか、結構旅行行くってなったらやっぱりね、5万以上は稼いでおく必要があるかなというふうに思ったりします。で、あとは、一個注意しておいてほしいのが、103万の壁っていうお話があります。これ聞いたことある人もいると思うねんけども、アルバイトには税金がかかってくるんですね。年間で103万以上を稼いじゃうと、親の税金が増えてしまうみたいなことがあったりします。もっと今後詳しく、150万とか、なんか、何万の壁みたいなのあったりすんねんけども、自分で住民税払わなあかんようになったりとか、そういうのがあるんで、大体の人は103万、年間103万まで。だから、月に直すと、大体、8万ちょいぐらいかな、がマックスかなというふうに思います。っていう感じですね。まあ、吹きの塔も月10万以上稼いだりとかもあったりしたんですけども、その辺はね、調整して、1万、2万の日を作るなどして、月を作るなどして、調整してやっていました。で、あと応募の仕方ですね。バイトどうやって応募するねんって話なんですけども、一番基本的なのはやっぱりアプリから、例えばタウンワークであったりとか、バイトルとか、あとはインディードとかかな、っていういろんなあのバイトアプリあると思うんですけども、そっから探して、あ、これいいやんっていう風に応募するっていうのが一般的かなという風に思います。で、応募した後、だいたい、電話かかってきて、じゃあ履歴書送ってくださいみたいな流れが一番オーソドックスです。で、吹きの塔がおすすめなのが、友達からの紹介っていうパターンですね。結構友達が働いてていいよって言われるバイトなんかやったら、それ紹介してやって言ったら紹介してくれることが多かったりするんで、友達の紹介なんか結構友達の信頼もあるし、安心できるっていう点で、友達からの紹介結構おすすめかなというふうに思ったりします。あと聞いたりするんが、張り紙のパターンですね。飲食店で結構アルバイト募集みたいな張り紙あって、電話番号下に書いてあったりすると思うんですけども、そういうパターンもまあありかなというふうに、吹きの塔はやったことないですけども、吹きの塔は友達の紹介が一番多かったんですけども、張り紙っていうのも、まあ3パターンぐらいかな。あとはまあ、スカウトされるみたいなのも聞いたことありますけども、なんか特殊な仕事とかやったらスカウトみたいなのもあったりするかなっていう感じです。じゃあ多分みんな一番気になってるであろう、吹きの塔的おすすめのバイトトップ3をね、紹介したいというふうに思います。で、まあ、吹きの塔もいろんなバイト、まあ、10種類ぐらいかな。いろんなバイトやってきてんけども、まあ、他の友達の話とかも聞いたり、加味してのトップ3をね、今日まあ、全部のバイト含んでるわけじゃないんで、そこはご容赦いただきたいんですけども、トップ3を紹介していきます。まずじゃあ、第3位です。第3位は、単発の派遣になっております。結構これっていろんな業態があって、例えば飲食に1日だけ派遣に行くよっていうのであったりとか、1日、例えば携帯派遣、吹きの塔なんかまさしくやったんですけども、携帯の派遣。例えば、携帯会社によって、ビンゴやってたりとか、なんか福引きやったりとかあると思うんですけども、そういうのを手伝いであったりとか、だから、イベント運営みたいなやつですね。っていう派遣であったりとか、まあ、いろんな単発バイトあったり、ティッシュ配りであったりとかね、いろんなバイトあったりするんですけども、そういう系が第3位です。何がいいかっていうと、まずいい点は、長時間働けるっていうのはすごく大きいです。長時間働けるんで、お金しっかり稼ぎますし、結構多いとこで聞いたのは1万4、5000とか、マックスですけどもね、多分東京とか行ったら1万4、5000ぐらいはアルバイ、あるかなというふうに、時給だからだいたい1000円後半から2000円ぐらいかな、っていうのがかなりいいぐらいかなというふうに思ったりします。
大体日雇いは結構時給が高いっていうのがメリットで、かつ長時間なんで1日潰れちゃいますけども、お金を稼ぎたいという人にとっては一番いいかなというふうに思ったりします。デメリットで言ったら、ずっと立ってることが多いんでやっぱりしんどいです。あとは働く場所が毎回バラバラなんで、遠いっていう点では結構しんどかったりしたなっていうのが普通の党の感想です。じゃあ次第2位いきましょう。第2位はじゃが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 じゃん、塾講師です。塾講師マジで良かったです。吹きの塔は結構塾講師も天職かなって思うぐらい、塾講師のバイト楽しくて全く空に思ったこともほとんどないんですけども、塾講師はいいです。何がいいかっていうと、まず時給はめっちゃ結構いいですね。まあ平均したら1500円ぐらいなんかな、全国の平均で言ったらぐらいかなというふうに思います。まあ東京とか大阪行ったらもっと上がるかもしれないですけども、地方やったら1000円ちょいみたいなのも全然あると思います。で、個別塾の方が給料安くて、集団塾の方はもう3000円とか時給あったりするのも全然聞いたりしますね。っていう感じです。で、だから時給がめっちゃいいっていうのがポイントなんと、あとは、不協同的には、生徒の成長、生徒、塾にもよるんですけども、月っきり ?1 年間月っきりの塾もあれば、そうじゃない。毎回生徒違うよって塾もあったりします。で、不協同おすすめなのは月っきりの塾、すごくおすすめで、生徒の成長めちゃくちゃ見れるんですね。あとは、だからそれがめっちゃ生徒の成長嬉しかったりとか、あとは普通にコミュニケーション能力も結構なんやろ。生徒って、まあすごい難しい立ち位置ではあるんですけど、やっぱ仲良くなるってすごい大事じゃないですか。そういう意味でコミュニケーション能力を磨かれるっていう点で、めちゃくちゃ塾講師おすすめになっています。で、一方でデメリットとしては、まず長い時間は入れないです。夏季講習とか冬季講習は結構長い時間入れたりしますけども、あまり長い時間入れないっていうのは結構マイナス点かなというふうに思ったりします。あとは、だから6、7万以上は結構稼ぎにくいっていうのはあったりしますかね。あとは、週が固定やったら、固定シフトやったら、例えば、月火木とかいうふうに決まってるバイトも結構多くて、そういう意味でシフトの融通が効きにくいっていうのもちょっとデメリットかなというふうに思ったりします。けどまあシフトの融通効かせれる塾とかもあったりするんで、その辺はね、ぜひとも見たらいいと思います。あとまあ集団塾で言ったら用意する時間が時給に含まれてなかったりするので、そういう点でちょっとブラックみたいな話も聞いたりするっていう感じですかね。じゃあ第1位いきましょう。じゃか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 じゃん、価格帯が高い居酒屋が一番おすすめです。これなんでかって言ったら、まあ、飲食店が結構沖縄島的には、やっぱり最初みんな飲食店やってほしいかなというふうに思うんですけども、特に価格帯の高い居酒屋がおすすめです。なんでかって言ったら、まずは深夜に入るんで、法律で 1.25 倍って決まってるんですね、普通の時給よりも。だからまず、時給がシンプルに高いです。っていうのと、価格帯が高い店やったら、お客さんからチップもらえたりとか、また客層がいいんで、そういうなんかなんやろ、荒れたりとか、汚い話すると、なんか、処理をしないといけないですね、なんか。まあ、いろいろちょっと想像に任せますけど、なんかいろんな処理が、結構安い居酒屋とかあったらしんどかったりするんですけども、その辺高い居酒屋とかあったらないであったりとか、あとは居酒屋とか、まあ、フィノトンのラーメン屋もそうだったんですけども、結構バイト同士、飲食店は仲良くなりやすいです。なので、友達を作るであったりとか、もうなんやろ、臭い言い方するとベストフレンドを作りたいとなったら結構飲食で見つけるみたいなのは結構ありかなというふうに思ったりします。あとまあ長時間稼げるんで、長時間入れるんで結構お金稼ぐっていう点でもいいかなというふうに思います。で、吹きの塔が一番いいメリットだなっていうふうに思うのが、理不尽です、正直。めちゃくちゃ意味わからんことでお客さんから怒られたりとか、まあ店長から怒られたりということもあると思います。でもそれってすごく吹きの塔は学ぶ意味があるなと思っていて、絶対将来皆さんそういうこともあると思うんですね。で、あまりにもストレス耐性なかったりすると、社会人やっていけないなっていうのは、これ、吹きの塔の個人的考えですけども思ったりします。そういう意味で、バイト、飲食バイトすごくおすすめあったりします。一方で、逆に、デメリットとしては、やっぱり、しんどい。シンプルに、居酒屋とかやったら、吹きの塔ラーメン屋でも結構しんどかったんですけども、体力的にハードであったりとか、もうずっと忙しいんで、そういう意味ではやっぱりしんどいっていう部分はありますけども、最初一回だけ騙されたと思って、ちょっとだけ一年間でもいいです。飲食店やってみたらいいかなというふうにね、吹きの塔は思ったりします。で、ごめんなさい、ちょっと長いんですけども、こんなバイトやめときっていうのもちょっと紹介しておきます。まず一点目です。ずっと求人してるバイト、マジでおすすめしないです。なんか、すぐタウンワークずっと乗ってんなとか、バイトルずっと乗ってんなっていうやつであったりとか、ずーっと張り紙してるとか、ずーっとキャッチしてくる。そういうバイトっていうのは、
めっちゃ、求人するから普通に入ってくるんですね。すぐ辞めちゃうから、また求人しなあかんっていう負のループになってるんですね。なので、そういうバイトは離職率が高いということで、マジでお勧めしないです。ブラックバイトの可能性が高いっていうことですね。あと2点目、家から遠すぎるっていうことです。結構バイトは近い方がいいなと思っていて、最初は、慣れないんで、ワクワク、ドキドキとかすることで時間潰せるんですけども、慣れてくると、家から遠かったらめっちゃ通勤とかだるくなってくるんですね。なので、家からできれば、まあ10分ぐらいがベストかなというふうに思ったりします。で、3つ目ですね。人間関係が良くなさそうな、特には飲食店はお勧めしないよっていう感じです。一見みんな飲食店バイトするならば、その現地に行ってみてほしいんですね。そこで人間関係どうかなってなんとなくわかるじゃないですか。バイト中にコンタクト取ってるかなとか、逆にバイト中ずーっと静かで、なんかその店員同士の会話がないとかやったら、あまり仲良くない可能性もありますし、だから一回現地見ていって、その人間関係がいいかどうかっていうのをちょっと見てみてほしいなというふうに思ったりします。で、最後です。お前 YouTuber やんけ、YouTuber どうやねんって話をしたいなというふうに思います。で、実際 YouTuber じゃあ何円ぐらい稼げるかって言ったら、それ具体的な額は言えないんですけども、みんなが思うバイトの額ぐらいやったら、だいたい登録者3、4万ぐらいからは、投稿頻度によったりとか、もちろんするんですけども、だいたい3、4万人ぐらいで普通のバイト以上は稼げるかなというふうに思ったりします。これもちろん1人でやってる場合ね、2人やったら割る2になっちゃうんで、もちろんその分減りますけども、まあ、大体3、4万。まあ、よかったらまあ1、2万でもだいぶ稼げてる人ももちろんいますけども、そんなぐらいかなというふうに思います。再生回数によってね、お金は決まってくるんで、っていう感じです。で、YouTuber やるならこういう人おすすめっていう人なんですけども、まずは、めちゃくちゃ可愛いとか、めちゃくちゃイケメン。これは、マジやっぱ武器やなというふうに思ったりします。サムネが可愛いとかかっこいいだけで、やっぱりね、視聴者さん取れたりするんで、それはすごく、そういう自信がある人とか、ミスコンのファイナリストとか、ミスコングランプリとかやったら結構、そのインフルエンス能力もあるっていうことで、結構 YouTuber 向いてるかなというふうに思ったりします。あとは、ありえんぐらいの一芸に秀でてるっていうのは結構過去のキャリアであったりとか、まあトークスキルなんかもちろん大事になってくるんですけども、それ以外でありえんぐらい料理うまいとか、そういう意味で、なんやな、結構みんなに受ける領域で、一芸に秀でてる。これめっちゃ難しいと思うんですけども、そういう人とかやったら結構いいかなというふうに思ったりします。っていう感じですかね。で、YouTuber に必要な能力なんですかって言われたら、根気と、そして企画力と、あとはカリスマ性が、YouTuber 弁当なんかね、超カリスマ性備えてますけども、思ったりする。っていう感じですね。っていう感じです。またね、質問あったらコメント欄書いてもらったら、まあ、できたら、昨日と答えますし、まあ、OB さんとかね、OG さんが答えてくれるかなというふうに思うので、コメントもどんどんお待ちしております。中田けど、ありがとうみんな聞いてくれて。じゃあね、バイバーイ。ディディダダ、今でね、どんどん、運命を叩いて。